て入ってこなくて大丈夫です。まだ前座です。皆さんゆっくりお過ごしいただきながらですね、この後16時からのふなっしーの登場に備えていただきたいと思いますが、ここではですね、ボートレースチケットショップカマ6周年感謝祭イベントの前座といたしまして、ボートレースについて皆さんにお話をさせていただきたいと思います。まずボートレース場初めて来るよという友達どれぐらいいますか？レース場というここチケットショップですが、ありがとうございます。そんなあなたも大丈夫、終わる頃にはボートレースが大好きになってるかもしれない。10分ちょっとお届けしていきます。はい、ではここでですね、そんな詳しい方をお呼びしていきます。ボートレースチケットショップカマの宣伝隊長テイ君です。どうぞ。皆さんこんにちは。テイ君ですって言うのはちょっと申し訳ないですけども、年は40なんですが、あ、はい、ちょっとだけ下に、はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、ここのですね、まずボートレース今お聞きしたところ、そこまで詳しくないよとか来たことないよっていうお友達は結構いらっしゃるんですか？いいですよね。皆さんボートレースされたことあるんですか？手挙げてもらっていいですか？逆にね、ありがとうございます。ね、じゃあここで新たにファンを増やすの。そうですね、まあ、ボートレースについてちょっと簡単に説明させていただきます。はい、でボートレースは、競馬、競輪、オートレースと一緒で公営競技になります。で日本全国に24カ所オートレース場がありまして、で九州は芦屋をはじめ福岡、若松、唐津、大船の5会場があるんですよ。うん、はい、結構ありますよね。結構あります。5会場ですね。ここは何をするところなんですか？ここ、ね、どこと言いますか、チケットショップ。あ、チケットショップはですね、はい、こちらでそのボートレースを行われている会場に行けない方たちのためにこちらで船券が購入できるっていうボートレースチケットショップなんです。ということはもう参加ができるってことですね。はい、参加ができます。なるほど。でボートレースの収益金ってどうなってるか、まあ、CM で、ね、ご覧になったこともある方もいると思うんですけど、具体的にはボートレースってボートレースをやってるだけじゃなくて社会貢献もたくさんしてるんですよ。で売上がですね、学校の建設だったり福祉のための車両で、あとは被災地の復興支援等にも多く使われてます。はい、この福岡でもね、最近大雨が降ったりとか、ね、西日本と総称してもありましたし、いろいろと被害続いてますが、その中でもボートレースは役に立っていると。そうですね、皆さん身近なところに結構ボートレースいっぱいあるんです。はい、で、ボートレーサーについて、ボートレーサー今度お聞きしたいんですけども、はい、まあ、イケメンがいたりとかね。ボートレーサー、イケメン、美男美女、本当に多いんです。美男美女っていうことなんですけど、あんまりね、女の人がっていうイメージがなかったんですが、ちょっとお話ししますと、はい、ボートレーサーが今人数、皆さん何人いるかご存知の方いらっしゃいますか？実は1500人今います。結構いらっしゃいますよね。で1500人の中の1割は女性です。150人。いいレオさん、ありがとうございます。まあ、いいはずですよ。ですよね。150名の方、1回のレースで6名ですか？そうですね、6名ですね。ということは女性だけで戦うみたいなのもあるんでしょうか？女性だけで戦うレースもあるし、男女混合で戦うレースももちろんもうバチバチですよ。へー、もう女性もすごく戦力、私と同じ同性でも女性レースは強いんですよ。家庭の中だけでなく、いや、そこはちょっとまだもうレースとしても関係ないんですよね、それ。本当に、ね、まあね、皆さん気になるところで言うなら、はい、お金、年収とか気になりますよね。ね、年収を先に教えてくださるっていうね、はい、気になりますよね。気になりますよね。じゃあ僕ちょっとだけお話しますね。でボートレーサー、年代が10代から70代までいらっしゃる選手は70代ですよ。もしかしたらおじいちゃんもおばあちゃんも同じぐらいって方もいるかもしれない。でちなみに年収はいくらぐらいだと思いますか？わかります？年収はですね、1600万円。じゃあ大体2年ぐらい働けば都内の割といいところにも家が買えるぐらいの。いやいや、本当そうです。はあ、有名な選手でいうと男性だと松井しげる選手でいらっしゃるんですけど、生涯獲得賞金は36億円です。夢がありますね。あり
ますね。夢しかないですね。夢見れますよね。で、女性レーサーちなみに日高逸子選手っていう選手出したんですけど、はい、9億円です。うおーですよね。だからね、今日ね、小さいお子様いらっしゃいますけど、はい、オートレーサー目指すといいですね、お父さんお母さんね。ねえ、さっきもちょっと話してて、私の2歳の息子も将来オートレーサーにすることに決めましたので大丈夫です、僕も生まれてくる子供がいたらオートレーサーさせます。それぐらいで本当にかける方もそうやってボートレースをする方も夢のある、羨ましいですけども、まあ、その選手を、ね、応援する方法があるということなんですが、そうですね、あの選手を応援する方法で船券の購入っていうのがあるんですけど、はい、で船券100円から買えます。で購入できて、でも購入は20歳から。20歳から、はい、で、まあ、ちなみに今日は100円で朝なんですけど、佐賀にある唐津ボートというところで36万円になりました。100円が36万円ですよ。しかも今日ですよ。一番最高額はですね、100円で63万円っていうの。ちょっと帰りまだやってますかね。まだやってます。なんかあった、なんかありました。初めて見たナシコロガシ。皆さん、もうちょっとだけね、どっちから出てくるかというのをお分かりいただいたと思ってね、お待ちくださいませ。はい。で、まあそういう風に20歳から遊べるってことですけど、ただまあここの会場もそうですけど、最近レース場ってちっちゃいお子さんも見かけますよね。いやいや、たくさんいますね。親子連れの方も多いですし。なんかあのボートを好きなお子さん連れて、ただもう本当にボート、単純にボート見に来られるお客さんも多いみたいな。ただかっこいいですもんね。別に20歳から帰るって親が買って、お子さんはレースを楽しむっていうのでも。そうですね、あのボートレース場によっては、はい、あの子供を預かるシェフもある。へえ、すごいですね。すごいです。なので、なるほど。で、まあ、家族で楽しめるイベントなんかもあると思うんですけど、今後の予定ってありますか？今後はですね、まあ、あのボートレースチケットショップ浜辺のイベントになるんですけど、で今はですね、ボートレースチケットショップ浜辺で三角くじで、あとは55型の大型液晶テレビが当たる検証とかもやってるんですよ。15型大きいです。いや、そういったところもね、一緒に応募していただいてということですね。はい、じゃあ最後にですね、会場といいますか、ご来場くださる方に一言お願いいたします。宣伝なんですけども、はい、今日皆さんね、こちらのクーポン券あるんですけど、こちらのクーポンを使って、まあ、船券の購入だったりくじ引けたりできます、はい、で、あともう一つは SNS で投稿していただくと、まあこの三角くじ1回券がなんか2回引けます。でハッシュタグで BTS カマってつけていただくと2回引けるんで、で1回引いた方も投稿画面を、まあ、チケットショップカマの方で見せていただけたらもう1回行くことができるんで、よかったら皆さんガンガン投稿してください。でガンガン宣伝してください。お願いします。これあの本当の船券ですね。船氏が書いてあるんで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ね、お願いいたします。ということで、テク、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあ、時間になりましたら、私はもう少々お待ちください。こっちの時計ちょっと早いんで、あのまだ16時になってますので、はい。